さんでも作ってバカ売れ。リアル現場主義。いやナムさん、僕思うんですけど、あのリアル現場主義のなんかグッズとか作った方がええんちゃいますん。一言みたいに言う。なんか作ったらどないですか。儲かりますよ。それはあの俺も思ってますよ。ていうか話は出てるんだけど、本チャンネルを回すだけで一生懸命みたいな。あの二人とも手が回らない。そりゃそうだって、これだけやっとるわけじゃないんやからって。まあでもなんかね、イベントもちょこちょこ呼ばれたりとか、しだして確かにグッズいるなとは思いますね。まあだから結構普通にキーホルダーとかアプスタとかはまあ注文するだけで作れるから、うん、とりあえず作りましょうかってのありますよね、キャラクターのやつとかは。うん、やったらよろしいかなみたいなのが透けて見えるんですけど、だいたいスタッフが作るんじゃないの、こういうのって全部俺がやんの、入稿まで全部。だっていられ使えますとか言ってたもんね。いられ使われないんですよね、実はね。あ、そうなんすか。あ、そうや、フォトショップや言ってましたね。そう、意外と入稿がね JPEG だったりすることが多くて。あ、でもねナムさん大丈夫です、最近のグッズ屋さんはフォトショップ OK です。PSD でも OK です。まあでもマジで作りましょう。そうですね。でまあキーホルダー、キーホルダーやっぱあれですかね、金玉キーホルダーですかね、ナムさんのね。で、あの2個だけ限定で本間のやつ。本間のやつでないんですよ。本間のやつで俺はもうそういう系になるわけで、ナムさんはあのキーホルダーのやつをつけておきます。金属の玉なしライターとして、やかましいわ。なんかね、昔小金を儲けた話なんですけど、おお、だから急に景気のいい話、落語があったらちょっと服脱ぎながら喋る感じ。昔ね、小銭を儲けた話なんですけどね、うん、いやでもラムさんはだってずっと儲けてはるじゃないですか。いやまあまあまあ、そんな儲けてるってことは儲けてないけど、意図せずちょっとお金が入ってきたことがあって、はい、なんかあのまあ出版やってるといらない雑誌というか、まあ、余った雑誌とかくれることってあるんですよ。はん、当時はまだちょっとエロ本とかがまだあった頃なんで、普通にいるとか言って、まあ正直別にそんなにいらないんだけど、まあ面白いものがあったらもらうみたいな。ですごいね、この雑誌を大量にもらったことがあったんですよ。はい、でなんかまあ知り合いが編集者とかもいて、もういらない、最新号からちょっと前のいらないやつとかもう捨てるんで、いるんだったらみたいな言われて、まあ正直いらないけど自分じゃ絶対買わないじゃないですか。まあそうですね、まあ、まあちょっとパラパラ見てみたいなと思って、うん、なんかどんな感じなんかとかね、うんうん、で2つぐらいもらって帰った。多いな。まあ捨てるだけだから。あ、そっか。まあ実際読んでみても、まあまあそんなもんかっていう、まあこんな感じなんだなっていう、うん、それ以上のはなかったし、目覚めるとかも全然なかったんですけど、なんかその時に結構イベントとかに参加してることが多くって、売ったらいいよって言われたんですよ。ほう。でその時にね、前のイベントで売って全然売れなかった缶バッジを作るマシーン持ってた。あ、なんかこういうガッチャンみたいなやつ。カチョ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 。あの本当にいいやつじゃなく、おもちゃっぽいやつ。それなんかホームレスのイベントかなんかでホームレス缶バッジ作ったんだけど、今一つ芳しくない結果になり、はあ、ただ余ってたんですね、その種というか。はあ、あ、これええじゃんと思って、ホモ雑誌のなんとなくいい感じのところを切り抜いて、はあ、缶バッジにしてたんですよ。あ、雑誌の一部を、そうそうそう、ここら辺こう丸く切り抜いたらいいなみたいなところを、この写真で切り抜いて何十個か作ったんですよ。バカ売れ。いや、それはでも面白いですね。普通にめっちゃ売れて。いや、それはね、ラムさんすごいいい着眼点ですね。マジ賢い。賢い。ただ厳密には法律的にどうなんだろうって不安になるタイプ。あの前にあの小学生に向けて石打ったらめっちゃ売れて不安になってきたのと同じパターンで。まああの厳密には考えにときましょう。めっちゃ重たい罪ではないけど大丈夫みたいな、話題になったら大丈夫みたいな。まあ勝手に雑誌金融で勝手に売ってますからね。そうそうそう。ただそれも犯罪かどうか微妙じゃないですか。まあちょっとわかんないですね。うん。本気の本気であっちが全力出したら負けるかもわかんないけど、でそんなことしてこないから。ただもう結構本当に速乾しちゃって、これは商売になるかもって思ったっていう、それ以降やってないですけどね。あのそれで商売になるかもって言って、本当に商売にしたら終わりですよね。そこで初めて怒られそう。なんか出版社からいっぱい出してもらってきてね、ガッチャンガッチャン作ってね、イベントごとに言って、まあ
ただ本当に小銭ですから、まあその種にもそのお金かかってますからね。だから多分1個100円とかするんですよ、多分そうやってやっちゃうと。300円とかで売るとやっぱ1個200円ぐらいなんで、まあせいぜい作ったで50個ぐらいなんで、言って1万円ぐらいの儲けなんですよ。はい、うん、だけどまあそんなにパカパカ売れることってないから、そういうのが、うんうん、すげえちょっと楽しかったっていうね、思い出なんですけどね。はあ、その機械はまだあるんですか？機械はね、あるかも。ずっと作ってないし、ただあのもっといいやつとか結構安く買えるんで、自分たちで作るのは全然ありやと思うんですけどね。ちょっと面白いですね。そう、多分なんかね、もっとでっかくてテコの原理使ってガッチョンってやるやつがあって、なんか大阪でお世話になってる箱が自分のところでいっぱいこう作ってるんですよ。でそれなんかガチャガチャで売ってたりして、だから別に僕らも適当に写真撮って、その写真を適当に缶バッチにして売って小銭稼ぐっていうの。あ、だからあの昔あの有名ミュージシャンとかのなんかライブでなんとかホールとかの近くでなんかおっちゃんが変な缶バッチ売ってますやんか。あ、はいはい、ああいうのってそれで作ってんすね。まあ、そう許可取ってんのも100に1個ぐらいはあるかもわかんないけど、基本的にはまあ、まあ、最近ないですけどね、そういうのね。まあまあでも韓流系とかだとちょこっとあったりするかな。あ、そう、韓流系はあるな。去年地方のお祭りに行ったんですけど、ほう、多くのところでちいかわをすげえ売ってるんですけど、うん、本物っていう、大丈夫、金閣寺の中で売ってたやつぐらいは本物かなと思うんだけど、金閣寺でちいかわ売るみたいなのもちょっとありつつたんですが、まあありますね、確かにそういうのね。うん、大丈夫っていうのはね、鬼滅の刃みたいなやつとかね。うん、四国で思いましたね。いや、みたいなやつでもなかったね、はっきりとちいかわって書いてあった。大丈夫許可取ってるって思いましたけどね。まあそのあたり触れると怖いんでちょっとスルーしておきますね。まあそうですね、まあただ本当にそんな感じの意外とラフな感じで自分の手作り缶バッチとか作っていくのもいいかもしれないよね。手作りじゃなくてもできてねえのにできんのかって話ですけども、よりめんどくさいですからね。そう、まあ、2024年はまあちょっと展開していきましょう、せっかくですから。なんか T シャツとか作りましょうよ。はい、作りましょう、作りましょう、作りましょう、ラムさん。はい、作ってください。いや、もうせめて絵描くから何かしてよ。入稿ぐらいしてよ、入稿ぐらい。よろしくお願いします。入稿するお店ぐらい探してよ。なお店ですか、うん、じゃあ今年中ちょっと考えてきます。まあめっちゃある、死ぬかもわからん。おっさんは余命が少ないんやから。リアル現場主義でした。頑張って作るぞ。